ピムリコスペシャルは、アメリカ合衆国のピムリコ競馬場にて、毎年5月に開催される競馬の平地競争である。グレード制では、G3 に類されている。ダート9.5ハロンで施行され、出走条件は3歳以上。1937年に創設。当初は、周期開催であった。第一回競争で当年の三冠馬、ウォーアドミラルが優勝して、以来、 歴代の優勝場には数々の名場が名を連ねた。また、1938年のウォーアドミラル対シービスケットなどのような当時のスターホース同士のマッチレースの場としても使われていた。1958年に一旦廃止され29年を経た1988年に春季開催のハンデキャップ競争のピムリコスペシャルハンデキャップとして再開。 1990年より G1 競争に格付けされ、東海岸の所属場を中心に有力小場が集う上半期の重要競争の一つとなった。しかしながら、ピムリコ競馬場及び経営親会社のマグナエンターテインメント社の業績不振により、2002年と2007年及び2009年から2011年は、賞金の拠出が困難となり、開催中止となっている。 こうしたことから2011年からは G1 のグレードを剥奪され、グレード外として扱われることになった。2019年から10ハロンで行われている。2011グレーディドステークス、13ヒューアーザン1ュ b l o o d h o r s e c o m 2 0 1 4年レース結果から、レイシンポスト、2014年5月19日閲覧。ありがとうございます。